ヤロスラフ・スブヤトスラビチは、キエフ大公・スブヤトスラフ2世とオダとの間の長男で、ある。ムーロム公、1097年から1123年、1127年から1129年。チェルニゴフ公、1123年から1127年。生命はパンクラティー、また教会歴では、コンスタンチンと呼ばれる。いくつかの資料によれば、ヤロスラフは、 母の出身地であるドイツで育ったとされる。年代記への最初の登場は、1 9 9 6年、ルーシ諸公の内戦に関する記述の中においてである。ヤロスラフは、ハンウラジーミルモノマフ派の兄弟のオーレグの陣営についていた。しかしヤロスラフ・オレグら兄弟は、コロクシャ側の海戦で、モノマフの子のムスチスラフ、ビャチスラフ、ポロベツ族の軍に敗れた。 敗北の後、ヤロスラフは、ムーロムへ逃れ、ムスチスラフラと和平条約を結んだ。その後の1 9 9 7年の流別諸公会議によって、ヤロスラフラ兄弟は、チェルニゴフ公国領を、摂取領地とすることが取り決められた。チェルニゴフ公国は3つの分領公国に分割され、兄弟のうちダビドがチェルニゴフを、オレグが、ノブゴロド・セベルスキーを領有し、 最も年少のヤロスラフは遠方で価値の低いムーロムリャザンを受領した。1101年にポロベツ族と和平条約を締結。1103年3月4日にはモルドバ族に敗れた。1123年に兄のダビドが死ぬまで、ヤロスラフはムーロム公国を統治し、兄の死後チェルニゴフへと移った。しかし1127年、老いのフセボロドによって、 チェルニゴフから追放された。この時、キエフ対抗にあった、モノマフのこのムスチスラフは、兄弟のペレヤスラブリコーヤロポルクと連携して、チェルニゴフをヤロスラフに返還するよう要求し始めた。これは、ムスチスラフら兄弟と、フセボロドら兄弟とが対立していたためである。ムスチスラフの行動に対し、フセボロドは、キエフの貴族層を買収して対抗した。 この膠着状況が冬まで続いたため、ヤロスラフはムーロムからキエフへ行き、ムスチスラフをせき立て、さらなる援助を求めた。結局、ムスチスラフとフセボロドは和解し、ヤロスラフは再びムーロムへと派遣され、その地で没死した。ヤロスラフは1547年、マカリエフ聖堂において、息子たちと共に劣勢された。聖なる、ブラゴベルヌイクニャージ。 ムーロムのヤロスラフとして、キリスト教徒から崇拝されている。記憶日は、ユリウス歴5月21日。妻の名は、イリーナであり、いくつかの遺婚に描かれている。埋葬地は、ムーロムの名は、新女福音大聖堂である。子には、以下の人物がいる。1927、1、238、1908、2、228、 ありがとうございます。